おかえり。ノクト、聞いて、畑が完成したの。ねえ、ノクトも何か育ててみない？育てるって何を？野菜。育ったら食べてもいいし、売ってもいいし。じゃ、どうすればいいんだ？種あげるから、とりあえずやってみよっか。外真っ暗だよ。ライトをつけるか。すまない、特にない。体がベタベタで気持ち悪い。ほんと疲れた。イリスか。うっす。あ、おかえり。いってらっしゃい。おかえり。あとは収穫するだけ。ここは君たちの畑かい？そうだけど、あんたは？ああ、失礼。私はトニー。レストランをやっててね、上質な野菜を探してるんだ。この畑ならきっといい野菜が育つ。どうだろう、ここの野菜売ってはもらえないかな？いい野菜だね。これなら客やシェフも喜ぶよ。これか？頼まれてたやつ。おそらくそうだろう。楽しみだな。君たちの野菜評判いいんだよ。
また買い取らせてもらえるかい？また買い取らせてもらうから、余った野菜があれば言ってくれ。はよし、楽しみに待ってな。着いたぞ。着いたガーディナにようこそ。暑いな。ありがとう。これで完成させられるわ。もう店に出すのか？ええ、ちゃんと研究して味はもうまとめてあるの。不思議な香りがすると思うわ。私も初めて手にした時は驚いたの。よかったら店で食べていって。こっちはお礼よ。とっても助かったわ。運んでる間も変わった香りがしてたよね。俺あれ食ったことあるかも。ルナフレーナ様からいただいたというお菓子か。ああそれだ。不思議な縁じゃないか。結婚式にふさわしいメニューだったんだな。お帰りなさい。ご注文をお伺いします。悪さしてるのはこいつらね。